モデルプレスイコール2024年9月23日桜坂46が10月23日にテンスシングル I want tomorrow to come をリリース9月22日深夜放送のレギュラー番組そこ曲がったら桜坂テレビ東京毎週日曜深夜0時35分この日は1時20分にて選抜メンバーが発表され 森田光が的のをへの思いを語った写真桜坂462作連続でセンターを務める3期生メンバー森田光3期生への思い語る3期生の山下塔月がセンターを務めその脇を2期生の森田3期生の的野が固める今作インタビューで心境を聞かれた森田は今作は選抜にも3期ちゃんがすごく多く入っているとした上で グループとしても個人としても3期生が成長していく姿をこの1年でたくさん見てきたので初めてフロントを務める的野ちゃんもそうですけど支えていけるように頑張れたらいいなと思ってますと3期生への思いとともに意気込みを語ったなお今作の選抜メンバーは14人うち3期生は向井糸葉村山美優、中島柚月谷口亜希